こういった日本国中オリンピックやあるいは甲子園、そして夏のイベントなどで賑わっているわけでございますが、一方で今日パネル展示をさせていただいている沖縄県の東村高江では緊張状態が続いております。それは東村高江に作られるヘリコプターの発着基地の工事をめぐって沖縄防衛施設長、そして機動隊などとそれに反対する市民の皆さんとの対峙が続いております。7月10日の参議院選挙が終わった途端に沖縄県において辺野古の埋め立て申請を認めないのは違法であるという安倍政権からの裁判が申し立てられる、そして高井におけるヘリパッドの工事が暴力的に強行をされる、こういった事態が動いているわけでございます。先般テレビ東京はこの異常な事態を報道をいたしましたから、ご覧になられた方もいらっしゃるかというふうに思います。しかしほとんどの本土のマスコミは今沖縄で起きている異常な状況がほとんど報道をされていないので、日本国内の皆さんが、本土の皆さんがほとんど今沖縄の状況を知らない、こういう状況だというふうに思います。8月2日にはそうした状況を鑑みまして、参議院会館におきまして今沖縄で進んでいる状況を共有化しようということで集会が行われ、私も参加をしてまいりました。このパネルのうちの2枚が8月2日に行われた参議院会館での沖縄のに連帯する高井に連帯する集会のパネルでもございます。沖縄県ではこの間の参議院選挙によって衆議院4人、そして参議院の2人も含めて全て野党側の国会議員が誕生をしています。辺野古の新基地建設反対、そしてオスプレイの飛行訓練に反対をする野党側の国会議員が全て当選をし、沖縄県議会においても社民党をはじめとした政党が、オナが知事を支える与党という立場になっておりますが、最初にこの挨拶をされたのは沖縄県4区選出で元自民党の県会議員、議長もされました中里俊信衆議院議員でございます。中里さんは衆議院、この長野県でも2回ほど講演に来られておりまして、私もお話を聞きました。自民党として沖縄の基地建設ということについて一定容認をしてきたけれども、しかし今進められているのは新基地建設であり、基地機能の強化に他ならないので、自民党を離党をして、そしてオール沖縄の候補者として沖縄4区から立候補し、衆議院として当選をされた方です。そしてその次に同じように衆議院議員で玉木デニーさんという方が挨拶をしました。玉木さんもですね、元は民主党の衆議院議員でございましたが、今は生活の党の衆議院議員をやっています。玉木衆議院議員からはですね、
今この高江に関東から本当に多くの500人を超える機動隊が詰めかけているわけでありますが、本当にこの高江の他府県から関東から駆けつけている機動隊が沖縄県から本当に要請がされたのかということをしっかり確認をしていかなければいけないことだというふうに話をされていました。そして生活の党と山本太郎と仲間たちの共同代表の山本太郎参議院議員も次の大きな山場が8月6日つまり金曜日、先週の金曜日ということになるわけですが、先週の木曜日の夜から今朝までずっと沖縄の高江に今泊まり込みで行っております。そして現地の報告を北上田剛さんという方が行いました。その話を少しご紹介を申し上げます。そもそもこの沖縄県東村の高江のヘリパッドのヘリパッドというヘリコプターの発着訓練場がどういういきさつで今工事が行われようとしているのかというと、これは遡ること20年ほど前になります。1995年沖縄少女暴行事件がありました。10万人を超える沖縄県民の皆さんが集会を行い、そして沖縄の基地負担の軽減も訴えました。この中で世界で一番危険だという宜野湾市にある普天間基地の廃止、そしてそれを名護市へ移設をすること、それからやんばるの森と言われている自然豊かな本当に貴重生物が暮らしている森を潰して新しいヘリコプター基地を作るということも、実はこの翌年の1996年の佐高合意によって決められたことでございました。新たに6カ所のヘリコプターの発着基地を作ることで北部訓練場の半分以上を返還するという中身でした。一見これを聞くと沖縄の基地負担が少しでもなくなるのかなというふうに思いますけれども、実はそうではなくて、この新しい高江にできるヘリコプターの発着基地は主にオスプレイの訓練基地ということになります。合わせてこの高江から2面している海端も訓練地域として開放されたために、海兵隊が海から陸からそして空と連携したジャングルの中でも訓練ができる基地として機能が強化をされる。既に1箇所このヘリパッドができておりますけれども、夜間訓練が行われている中で、あまりの音の大きさに既に住民の方が避難をされているという現実もこの北上田剛さんという方が報告をされていました。そしてもう一人の沖縄県選出の参議院議員であります糸数恵子さんですが、参議院選挙が終わって、そしてその中で本当に県民の意向を無視して行われていることについて、これはもう沖縄県の差別だと、こういうふうに訴えをされておりました。そしてこの7月の参議院選挙で新たに当選をした伊波洋一元宜野湾市長さんも挨拶に立ちました。伊波さんは宜野湾市長としてロビー活動もアメリカ政府と直接何度も行って、そ
そして普天間の大変危ない状況を訴え続けてきた方ですので、日本とアメリカとの関係については非常に詳しい方の一人です。で、伊波洋一新参議院議員は日米間で環境基準をより厳しい方を守らなければならないというルールがあるにもかかわらず、日本政府はアメリカに対してそのことを一言も言わないんだということを訴えておられました。そして続いて環境 NGO の三田さんからも、ヤンバルのお守りが本当に貴重な生物がたくさんいるところです、こちらの方の裏のパネルには、ヤンバルの森にヘリパッドはいらない、ボイスオブ高江ということで、ヤンバルの森にいる多くの貴重生物のパネルも用意してありますし、このヤンバルの森にヘリパッドができるとどういう影響ができるの起きるのかということもパネルに展示をしてありますので、ぜひご覧をいただきたいというふうに思います。新しい基地建設によって国民の沖縄に住む皆さんの基本的な人権が奪われるということもあります。そして同時に世界遺産に登録をしようとしているこのやんばるの森が奪われていくというこの実態もぜひ信州松本の皆さんにも知っていただきたいというふうに思います。そしてまた高江の現地からもですね、住民の一人で石原武さんという方も駆けつけて今の沖縄の状況についてお話をしていただきました。彼が言っていたのは、毎日毎日本当に厳しい機動隊との対峙が続いているけれども、我々は笑顔でいつも対応している。確かにツイキャスなどで流れてくる機動隊との対峙をしている中においても、機動隊を一人一人説得する彼らの姿があるわけであります。そしてなぜ笑顔を絶やさないのかといえば、それは基地が仮に強硬的に作られたとしても、私たちの笑顔まで機動隊には奪われることはないんだ、こういう決意で笑顔で常に過ごしているんだ、まあ、こういうお話をされておりました。社会民主党松本支部定例の月曜の声でございます。第451回目の月曜の声でございますが、今オリンピックが始まり、そして甲子園での熱闘も始まりました。先週土曜日、この松本においては松本ボンボンもありました。そしてこれから斉藤記念、失礼しました、小沢征爾オーケストラも始まります。夏休みのさまざまな山の日をはじめとしたイベントも行われます。ぜひ楽しんでいただきたいというふうに思いますが、ただ今日今この時間においても大雨の土砂降りの中で、沖縄の東村高江においてはヘリコプターの発着基地を作らせないために200人の市民の皆さんが座り込み、そして沖縄防衛局やあるいは関東から派遣をされている500人を超える機動隊の皆さんと対峙をしながら座り込みを続けているという事実も知ってほしいんです。参議院選挙が終わった7月の21日にこの東村高江において1600人が集まって集会が行われました。で、そのまま200人ほどが泊まり込みをし、そこに先ほど申し上げました関東からの機動隊員500人が詰めかけてきて、そして一晩中小競り合いが続きました。明けて22日の朝6時、
一斉に機動隊が座り込みをしている市民の皆さんや、あるいは市民の皆さんが乗ってきた車を一斉に排除をしたわけでございます。中にはこの座り込み自体、無抵抗で非暴力をスローガンにして戦っておりますから、一切の手出しはしないということをやっています。しかし無理やりに引き離されるたがゆえに肋骨を折った人もおりましたし、あるいは見るからに今日お配りしているチラシを見ていただければ分かりますけれども、首を絞められている市民の皆さんもいらっしゃいました。多くの市民の皆さんが抵抗をする中で、本当に暴力的に排除をされたのが7月22日の朝の出来事でした。 N1 という新しいヘリコプター基地を作る場所に入るためには、 N1 に入るゲート前にテントを張って監視行動をしてきました。その N1 のゲート前がまず最初に排除されました。そして今はもう一つの N1 に入るためのもう一方の裏のルートがありますけれども、そこにもテントを張って監視行動を続けているわけでございますが、今朝もそこに山本太郎参議院議員や福島瑞穂参議院議員、あるいは全国各地から今の高井の大変厳しい状況を引きつけて200人を超える皆さんがスコールという沖縄特有の大雨の中で今現在も集会をしています。今日はそういった天候のせいかもしれませんけれども、機動隊によるテントの排除行動はなさそうであります。今後その機動隊のによるテントのや、あるいは市民の座り込みを排除するのがいつ起こるのかというのは分かりません。分からないけれども、しかし座り込みを続け、そしてこの新基地建設、辺野古における新基地建設の問題、あるいはこの高井におけるヘリパッドの問題を全国の人に何としても知ってほしい、今安倍政権が力づくでやろうとしていることを本土の皆さんにどうしても知ってほしい、そういう訴えが沖縄から届いています。社会民主党松本総支部の定例の松本駅前での街頭宣伝でございます。第451回目の月曜の声でございます。本日は今まさにこの時間、沖縄県の東村高江で座り込みが行われている、ヘリコプターの発着訓練に反対をする市民の皆さんの現状をお訴えをさせていただいています。本土ではもちろんオリンピックあるいは甲子園の熱闘も始まりましたし、この松本でも小澤征爾オーケストラが始まります。この夏の大変楽しみな大きなイベントでございますので、ぜひぜひ楽しんでいただければというふうに思いますが、一方で今沖縄県において全国から危機感を持って東村高江に座り込んでいる人たちが、今この時間この東村高江は大雨です。スコールといって、この沖縄県特有の雨の中200人以上の人が座り込んで抗議活動を続けていますけれども、そういったことが起きているということ自体、日本のマスコミが一切伝えていません。ぜひインターネットなども通じて今沖縄で起きていることを知ってほしいというふうに思いまして、パネルによって今日は
展示をしながらお話をさせていただきました。もう一つ、辺野古の名護市辺野古に作られようとしている新しい基地建設の問題について、沖縄地裁において口頭弁論が始まりました。米海兵隊のアメリカの海兵隊の主に訓練をしている宜野湾市にある普天間基地は、ちょうど市のど真ん中に、面積にして 25%、 4分の1を占める大きさで、その基地の周りに学校や住宅や病院や、そういったものが、言ってみればへばりついているような環境で、当時のラムズフェルト国防長官でさえ世界で一番危ない基地だというふうに言っていた。そして日本とアメリカでは訓練のあり方さえも差別的なやり方が行われています。アメリカにおいては米軍の演習は民家の上では行いません、行ってはならないという法律があります。しかし日本においては沖縄県民の皆さんだけではありません。神奈川や野田間や、あるいは立川や、日本にある米軍基地で訓練をする場合には堂々と民家の上で訓練を行っています。音源で124デシベル、聞く側で90ホーンというような本当に恐ろしい音量の訓練が日夜行われ、あるいは夜間訓練も行われてきました。この宜野湾市における普天間基地においても今もオスプレイの訓練が行われています。この普天間基地を廃止してほしい、この県民の思いに、これが結果として名護市辺野古への移転ということに変わってしまいました。単なる移転ではなくて、今申し上げましたように海と陸を結ぶ基地機能の強化であって、そして新しい基地を作るということは半永久的に沖縄から基地がなくならないということを意味するからこそ、沖縄の皆さんはこれ以上の基地負担はもう無理だということで反対をし、そして反対をする尾長県知事を選んだわけでございます。そしてこの新しい基地を作るためには、辺野古の海を、大浦湾を大量の土砂で埋め立てなければなりませんが、その許可は沖縄県知事が許可をすることになっています。前の知事である中山知事が一旦は許可をしたわけでございますが、しかし新しい基地建設に反対をする尾長知事がこの埋め立て申請を認可したことには瑕疵があるということで、埋め立て申請を返上をしたわけであります。これに対して安倍政権は安倍首相は最初は裁判で訴えて、そして裁判所は和解をした方がいいということで話し合いをすべきだということを提起をしました。折しも参議院議員選挙の前であったので、ことを荒立ててはならないという思惑があったのでしょう。話し合いをする姿勢を見せてきました。しかし参議院選挙において島尻沖縄担当大臣が落選をした途端に、本当に途端に裁判所に改めて違法であるという訴えをしたわけであります。つまりそもそも話し合いをして解決をしようと安倍総理大臣は思っていないということが明らかなのであります。その口頭弁論が先般行われ、
尾長知事が法廷で訴えた言葉がございますので、それを紹介して今日の月曜の声を終わらせていただきたいというふうに思います。生身の人間である私たちは場合によっては木の葉のように舞い散るかもしれません。しかしそれでも私たち責任世代は自分の姿を伝えて、子や孫の世代に勇気と誇りと自信を持ってもらいたいと思います。自分の生まれたふるさとで未来の世代が自信を持って生きていけるような素地を作ることが私たちの使命です。辺野古の問題は沖縄県だけの問題ではなく、地方自治の根幹に関わる問題であり、ひいては民主主義の根幹に関わる問題であります。本県のような違法な国の関与により、全てが国の意向で決められるようになるならば、地方自治は死に、日本の未来に拭いがたい遺恨を残すことになります。沖縄の人権、自治、民主主義は日本国憲法の適用もない米軍非政権下に差し出された厳しい時代の中で、住民運動によって自ら勝ち取ってきた自負があります。自分たちのことを自分たちで決めるという当たり前のことを諦めさせられるわけにはいきません。私は状況がどんなに難しくても、沖縄県民の願いがある限り全身全霊をかけて主張し、県民と共に行動していく覚悟です。この信州からもぜひとも今沖縄で起きていることに関心を寄せていただいて、そして共に声を上げていただくことを心よりお訴えを申し上げまして、社会民主党定例の松本駅前での街頭宣伝第451回目の月曜の声終わらせていただきます。ご清聴いただき誠にありがとうございました。